ですか。元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回はですね、プロ野球あの中村典も帰ってくるぜ、こういったテーマでお届けしたいと思います。さあ、それでは早速お送りいたしましょう。さあ、新庄監督が誕生したりですね、プロ野球も本当に賑しくなってまいりましたね。まだまだね、クライマックスシリーズがあったりとか日本シリーズがありますけれどもね、そこにね行けなかったチームはもう2022年よりね動き始めているということなんですよ。中日ドラゴンズでですね、中村典弘が帰ってくるわけですよ。中日といえば、立浪新監督でございます。立浪さんが呼んだんです、中村典を。皆さんご存知ですか。彼は22年間の野球人生で404本のホームランを打ったんです。豪快なスイングですよ。豪快なスイングでね、バーンっていうこんな感じですよ、ね、懐かしいなという感じですね。非常にですね、豪快なイメージがあるその中村典なんですが、その彼が2014年に引退をしまして、8年ぶりに、グラウンドに帰ってくるんですね。これはね、立浪さんとの、関係が非常に大きいと思います。まずね、中村典なんですが、92年に、近鉄で野球人生をスタートさせました。その後ドジャースに行きました。で、帰ってきて、オリックス、そして中日、楽天、横浜ベイスターズ、でですね、現役生活を終えたんです。22年間ということだったんですね。で、彼のね、一番華々しかったのは2000年からの3年間かなというふうに思いますね。まずね、2000年には39本のホームラン、そして110打点ということで打点王、ホームラン王になったんですよ。で、次の年2001年にはですね、46本のホームランと132打点で打点王になりました。2002年です、42本のホームランと115打点、タイトルこと取れませんでしたが立派な数字です。この3年間はすごくクローズアップされますよね。私もそのイメージがすごく強かった。で、ただね、ちょっといろいろ問題児だ ところもあってですね、ちょっとね、浮き目にもかなり合ってるんですよ。ドジャース、メジャーに行くときもちょっとね、メジャー側との意思の疎通がうまくいかなかったりしてね、少し流れてしまったりとかいろんなことがあったんですが、ドジャースに行って帰ってきた。帰ってきてオリックスに入ったんですね。オリックスに入って、1年間だったんですけど、もう1月に退団しちゃったんですよ。いろいろね、問題視的なところがあってね、言うべきところもしっかり言うんですけど、そういったね、ちょっと問題児的なね、イメージがあったんです。で、ノリですから、オリックス退団してもですね、どっかが手を挙げるだろうと私も思ってた。ところがね、どこも手を挙げないんだ、どこも。と思って、で、最後に中日が声をかけた。でもですよ、でもですよ、育成として取ったんですよ。それもテストさせてですよ、ね、で、年俸400万からですよ。これあれだけの成績を収めた大選手にとって屈辱でも、野球やりたいからうんと言ったんです、ノリは。その時にですよ、立浪さんとの出会いがあったんです。立浪さんは当時三塁を持ってた。ノリも三塁なんです。で、ノリはですね、中日に入ることになった。やっと、やっとですよ、ね、どこも手を挙げないんだから。その時に年上の先輩たちには頭を下げようと思ってですね、各部屋をね回ったんですって、ホテルも。で、立浪さんのまず部屋に行こうと思って行った。ちょっと上、4つか5つ上なんですよ、立浪さんの方がね。で、行きましたら、開口一番、立浪さんの方が年は上ですけど、実績はノリの方が上ですから、非常に微妙な関係でもあるんですが、立浪さんはこう言ったんですって。ノリはだからもう育成で入ってきてるわけですよ、ね、上から見せてもいいんだけど、そうはさせないの。やはりノリの実績も考えて、立浪さんはノリを今までよりやってくれと。要するにね、今まで通りされちゃうと自分の身も危ないんですよ。サード取られちゃうかもしれない。でもそれをあえて言ったんですって。それをノリはすごく心に思ってて、男気を感じたらしいですよ。すごい先輩だと、ね、俺が活躍するっていうことは三塁の座を奪ってしまうことだ。でもその相手に対して、今まで通りやってくれ、それがチームのためになるんだからって言ったんですって。そのね、男気あふれる会話をずっと覚えてて、今回立浪さんから石川をちょっと一人前にしてやってくんないかというオファーがあった時に、何の迷いもなく分かりましたと言ったそうです。お互いにね、男気を感じたんですよ。これは素晴らしいですよ。これ素晴らしい。ノリも素晴らしいし、立浪さんも素晴らしい。だからね、それだけ聞いてもね、今度ね、2022年の中日はこれ
これは面白いぞと思いました。そしてノリに託されたのは石川昂弥の覚醒でございます。石川昂弥というのは東邦高校からドラフト1位で2019年のドラフトにかかってドラフト1位ドラ1ですよできた選手でございます。ホームランは高校時代55本も打ちました。将来の4番候補です。しかし2021年は14試合です。 1軍の出場が打点はたったの1、ホームラン0、打率2割2分2厘、残念ながらね、とてもじゃないけど活躍したとは言えない、お世辞にも言えない。その、石川をですね、なんとか覚醒してですね、将来の4番としての実力をつけさせてやってくれないかということだったんでして、分かりましたと、ね、間髪を入れずに、ね、返事をしたと聞いております。さあ、そしてですね、ノリがどんな指導をするんだろうなというふうに見ておりました。すごいね、あの石川選手っていうのは下半身がね結構強いんだそうですよ。で、下半身をねちょっと使いすぎてるっていうようなイメージがあったんですって、ノリが見て。そして言った言葉が、手は8、足は下半身は2でいけと。聞いた石川選手はびっくり、そんなこと言ってもらったことはないし言われたこともない、手2でいいのと思ったそうです。それもノリがしっかりと見て、彼の財宝を見てね、打ち方を見て、あ、ちょっと下半身使いすぎてるなと思ったそうですよ。で、手は8、下半身は2と、打ってみようと打たせたら、なんと柵越えを連発するんだそうですよ。で、打った当に石川もびっくりしたそうです。おおってすごいと。それでですね、もう浸水したそうですよ。まずそういう情報が入ってきた。それとともに他の若手にはその若手に応じたアドバイスしてますね。当たり前といえば当たり前かもしれないんですけどね、一番楽なのはね、一律同じような指導をさせるのが一番簡単なんですよ。でもこれは本人のためじゃないですよね。だからそのためにチェックをするわけですね。チェックをして、こいつにはこうこうこういったアドバイスだなと。これがね、中村ノリができる初めてコーチですよ。彼は2014年に引退してからフィールドに降りてませんから、コーチ初めてなんですけど、これを聞いた時にですね、あ、これすごいぞと、もしかすると化けるかもしれんと石川はと思いました。ノリ意外に教えるのうまいかもしれんと思ったんですよ。これはですね、他の、一般のですね、社会においてもそうですよね。ビジネスの世界でもそうだと思います。やはり相手に合った指導をしていかないと、アドバイスをしていかないとダメですよね。私も経験ありますよ。私も営業のですね、ちょっと先生やってる時代があって、やはりそいつに合ったアドバイスをしてました。同じようにできませんからね、性格が違うんですから。でね、プロレスの世界でもそうなんですよ。私は山本小鉄さんと10年間一緒にね、放送席を温めました。一緒に実況と解説と立場でお話をしたんですが、小鉄さんもね、指導そんなうまかった。長州力、藤波辰巳、この2人をね、例に出して語ってくれました。影野さんね、藤波は褒めて育てたんだと、長州はけなして育てたって言うんですよ。長州はね、けなすとこの野郎と思って向かってくるんだと。だから長州はけなして育てたんだと、藤波はけなすとね、しょぼんとなっちゃうんだ、だからあいつは褒めて育てたんですね。こういうふうにいい指導者っていうのは相手の特性を見て指導することができるんですよ、ね、これがね、本当に大事なこと、一番大変なんですよ。本人にとってはいろんな人間を、ね、じっくり見なきゃいけないし、その人に合った指導をしなきゃいけないから心身ともに疲れるんですよ。一番楽なのはみんなこうしておけよって言うんですけど、これはもうその、ね、選手のためになりませんから、一人一人あれピックアップをして、何が足りないのか、何をすれば伸びるのか、それを十分に吟味していかなきゃならない。それを中村ノリがもういきなりやり始めたっていうんですから、ああ、これはいい指導者になれるかもしれんだというふうに思いましたね。でね、今思い起こすと、手が8、足が、下半身が2っていうのは落合さんから来てるかもしれないと思ったんですよ。落合さんは、手が先っていうんです、ね、打法において、手が先、腰じゃなくて手が先っていうんですよ。ノリは落合さんに憧れてたんです。ですからもしかするとその落合理論っていうのを自分で踏襲し、自分でも学び、そして、あ、これは確かにそうだと思ったから石川選手にも伝授していったのかもしれませんね、うん、石川は下半身が強いからこの理論を当てはめることができるぞと思ったのかもしれない。そしたらドンピシャと
いきなり柵越えの連発でして、これ面白いですよ。立浪監督率いる中日ドラゴンズ、これね面白いですよ、立浪中村ライン、これね本当にね固い絆で結ばれてますから、これ面白いよ。ですからぜひね皆さん、来シーズンね中日ドラゴンズぜひね注目をしていただきたいと思います。立浪新監督、そして、中村典弘バッティングコーチ、このタッグはねもしかすると大化けの予感、そんな気がしてなりません。ぜひね期待をしてご覧いただきたいと思います。今回はですね、あの中村典も帰ってくるぜ、こういったテーマでご案内をさせていただきました。この辺りで終わりよ。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野隆彦です。よろしくお願いいたします。バカさー